私はダースマイちゃん、今日は皆に紹介したいものがあった。戻ってきた。それはこれだ。 S1 フィギュアーズ、スターウォーズダースベイダーとトームトルーパー。今回は初回特典でこのエピソード6運命の戦い再現キャンペーンスペシャルディスプレイスタンド、これももらったぞ。買うなら今のうちだ。まずはトルーパーから開けよう。開けづらい。行くぞ。おおこれが SH フィギュアーズのストームトルーパー。良い出来じゃないか。しっかり各部動くぞ。手首パーツは4つ入ってるな。それとこのブラスターがついてる。持たせてみようか。どうだ、こんな感じでブラスターも出た。素晴らしいな。素晴らしい。ではこちらのダースベイダーも開けてみよう。ダースベイダーはライトセーバーがついてるな。刃が出てるものと出てないものだ。手首パーツは5つ。おおこちらがダースベイダーだ。見事だな。見事だ。塗装も素晴らしくされている。関節も素晴らしく動く。しっかりマントはな、軟質パーツだ。素晴らしい。ちょっとライトセーバーを持たせてみよう。ライトセーバーを持たせてみました。素晴らしい。素晴らしいね。ちなみにみんな大好きライトセーバーはこんな感じだ。ちゃんと細部までしっかり塗装されてるぞ。ストームトルーパーと並べるとゴージャスだな。ゴージャス。それとダースベイダーにはこれ、ルークに切られた手、手首、これがついてます。では最後にこのスペシャルディスプレイスタンド、これも開けてしまう。ちょっとでかそうだ。組み立ててみるよ。はい、こちらがスペシャルディスプレイスタンドだ。こんな感じだな。エピソード6のデススターの中を再現したものだ。ここら辺に皇帝座ってたかな。そこにベイダーを置いてみると、うわー、いいねうわー、やばいね、これは素晴らしい。ちょっとストームトルーパーも置いてみるか。はい、こんな感じ。完璧ですね。完璧。ちょうど今日ほら黒いから、黒いの折っちゃうか。おお、完璧。これきた。これ SH フィギュアーズのルークとか出てくんのかな。そしたらベイダーと戦わしたいね。はい、ということで今回は SH フィギュアーズのスターウォーズダースベイダーとストームトルーパーを紹介しました。そのためにわざわざ平日の夜化粧しました。これからお風呂入って落とします。